これより会議を開きます。令和6年度一般会計予算、令和6年度特別会計予算、令和6年度政府関係機関予算、以上3案を一括して議題といたします。この際、3案審査のため去る16日第1版石川県、第2版長崎県に委員を派遣いたしましたので、派遣委員からそれぞれ報告を聴取します。第1版橋本岳君、はい、橋本君、はい、石川県に派遣された委員を代表いたしまして、団長に代わり私からその概要をご報告申し上げます。派遣委員は小野寺逸則委員長を団長として、理事牧島かれん君、奥野総一郎君、漆間譲司君、佐藤秀道君、委員亀岡義民君、小森拓夫君、牧原秀樹君、若林健太君、渡辺博道君、梅谷守君、近藤和也君、奥下武光君、高橋静子君、田中健君、私橋本学の16名であります。去る16日現地において令和6年能登半島地震による内灘町の被害及び金沢市所在の避難所の状況を視察し、関係者から説明を聴取いたしました。ついで金沢市において会議を開催いたしました。会議におきましては、石川県知事長谷博史君、七尾商工会議所会頭、株式会社杉尾代表取締役社長杉野哲也君、石川県商工会議所連合会会頭安宅立樹君及び石川県内灘町長川口勝則君の4名から意見を聴取いたしました。まず長谷陳述人からは、令和6年能登半島地震の被災及びインフラ等の復旧状況、なりわいの再建に向けた取り組みなどの意見が、次に杉野陳述人からは、能登半島における和倉温泉の復旧復興の重要性、一昨年から続く地震と一体で支援する必要性などの意見が、次に安宅陳述人からは、被災地域の産業の現状、希望を持てる復興、新しい技術を用いたまちづくりなどの意見が、最後に川口陳述人から、内灘町の被災及び液状化現象の状況、国、県とともに復旧支援を進める必要性などの意見が述べられました。次いで各委員から意見陳述人に対し、液状化被害における復旧・復興に向けた課題、災害廃棄物への対応の在り方、被災者生活再建支援金に係る課題及び在り方、被災者が再建の意欲を失わないために必要な取り組み、伝統工芸産業の事業継続、再興に向けた支援、二重債務問題等の金融面での課題、1.5 次避難所の今後の課題、対策などについて質疑が行われました。以上が会議の概要でありますが、議事の内容は速記により記録いたしましたので、詳細はそれによってご承知願いたいと存じます。なお、今回の会議の開催につきましては、地元関係者をはじめ、多数の方々のご協力をいただき、極めて円滑に行うことができました。ここに深く感謝の意を表する次第であります。以上、ご報告申し上げます。次に第2班、加藤勝信君。加藤君。長崎県に派遣された委員を代表いたしまして、その概要をご報告申し上げます。派遣委員は私、加藤勝信を団長として、理事、島尻愛子君、山野井和則君、委員、井出陽生君、伊藤義孝君、今村正弘君、越智隆夫君、後藤茂之君、宮地拓真君、山岸一生君、山田勝彦君、林由美君、森島忠君、金城靖国君の14名であります。このほか、現地参加議員として山本剛生君が出席されました。去る16日現地において、長崎県総合水産試験場を視察し、関係者から説明を聴取いたしました。ついで長崎市において会議を開催いたしました。会議におきましては、長崎市長鈴木史郎君、日本労働組合総連合会長崎県連合会事務局長岩永陽一君、一般社団法人長崎県観光連盟会長島崎正秀君及び北部遊漁船連絡協議会会長岩崎幸弘君の4名から意見を聴取いたしました。まず鈴木陳述人からは、地域の人口減少の現状と克服の取り組み、観光振興の取り組み及び課題などの意見が、次に岩永陳述人からは、地域の賃金の状況、中小企業の価格転嫁対策の必要性などの意見が、次に島崎陳述人からは、観光業の人手不足解消に向けた要望、観光振興のためのインフラ整備の必要性などの意見が、
最後に岩崎陳述人からは、専門釣り漁師の現状、漁船の補助要件の見直しの必要性などの意見が述べられました。ついで各委員から意見陳述に対し、国に求める子ども・子育て政策及び財源の在り方、中小企業の賃上げに必要な支援策、観光振興における二次交通整備等の取り組み、水産業における後継者確保に必要な対策などについて質疑が行われました。以上が会議の概要でありますが、議事の内容は速記により記録いたしましたので、詳細はそれによってご承知願いたいと存じます。なお、今回の会議の開催につきましては、地元関係者をはじめ多数の方々のご協力をいただき、極めて円滑に行うことができました。ここに深く感謝の意を表する次第であります。以上、ご報告申し上げます。以上で派遣委員からの報告は終わりました。